何事もそうなんですけど、 YouTube 始めますって言ってピタッて更新止まっちゃう方いらっしゃるじゃないですか。結構ね、私の知ってるタレントさんでもある日突然ピタッて更新が止まったまんま、もう2年1年とか全然更新してませんみたいな人いるんですけど、私は短期集中でブワーって頑張るっていうよりは長期的に本当にコツコツ積み上げていくタイプなんですよね。昔からそうなんですけど、ブログじゃあ始めましたって言ったらもう16年間ぐらい毎日ほぼ更新してるし、だから毎日ちょっとずつできることをいかに長くできるかっていうことが私は大事だと思ってるんです。ブワーってやってバーッと終わっちゃうみたいのは好きじゃないんです。何事も人間関係もそうなんですけど、バーッと仲良くなってバーッとなんか関係が切れちゃうとかは私はすごく嫌なんです、あんま好きじゃないそういうのは。だからちょっとずつちょっとずつ仲良くなった人と長く長く人生を共にしていきたいんですよ、一緒に年を取っていきたいの。別にそういう男女関係とかじゃなくてね、友達にしても知り合いにしてもちょっとずつちょっとずつ仲良くなって、それでねちょっとずつちょっとずつ毎年毎年年を取っていってずっと仲良くいたいよねっていう関係が私はすごく好きなんですね。 YouTube とか SNS もそうです。ちょっとずつちょっとずつ見てくださる視聴者の皆さんと私は一緒に年を重ねていきたいの。あ、あゆみさんこんなこともあったしこんなこともしてたけど、あいつの間にかこんな風に考え方変わったんだとか、そう、人って考え方も変わるし外見とかもどんどん変わるから、みんなとね、そう、見てくれる皆さんと一緒に年を取っていきたい。だから私は多分ね、更新はストップしないと思います。よっぽどよっぽどな何かがない限り更新ストップしないつもりなので、皆さんがね毎日見てくれなくてもそれはそれでいいんです。ただあ、たまに開けてね、あみさん今日も元気だなとか、今日も一生懸命なんかやってるなとか、あ今日もいっぱい食べてるなとか、あご飯美味しそうだなとか、そういう感じでいいので、みんなと一緒に1年1年年を取っていきたい。そう、みんな年取りますから、平等に。これはそう、お金のあるなしとかキャリアがあるなしとか、あの健康がどうとかも関係ない、一緒にみんな年を取っていくんです。だからこうやって見ている皆さんがゆるーく私のチャンネルを見てくださって、毎年1歳、翌年にはまた1歳年を取っていけるような末長いチャンネルにしていきたいなと思っています。こんにちは、あゆみりえこです。今回は YouTube が8000人登録を突破しましたということで、ありがとうございますっていうことと、最近の近況なんかをダラダラとお話ししていきたいと思います。はい、ですね、YouTube が8000人突破しまして、TikTok もですね、10万人を突破しました。ありがとうございます。本当に YouTube とか TikTok とか、まあインスタとかもそうなんですけど、見ていただける皆さんがいるから、私もよし、更新しようっていう風にやる気になれてるので、これ見てくださる人が全然いなかったら、上げる気にもならないし、編集する気にもならないし、撮る気にもならないしっていうことで、何にもやる気起きてないと思うので、本当に皆さんのおかげで私のこういうね SNS の活動っていうものができてると思っています。本当にありがとうございます。初めから見てくださる方もいらっしゃれば、もう本当に最近ね見始めたっていう方もいるかもわからないんですが、シングルマザーで2児のママだけどグラビアがなぜかガンガン更新されてるっていうね、不思議なチャンネルなんですけど、あんまりね40代でグラビアやってる人がそもそもあんまりいらっしゃらないので、ニッチなジャンルなんですけど、そう、私は好きな人って本当はニッチな人なので一般の方っていうよりもニッチ層なんですよね。それは本当に重々分かって更新してるんですけど、あ、こんなお姉さん面白いなとか、こんなお姉さんいたらいいなっていうふうに、あ、今日もお姉さん頑張ってるなみたいな感じで覗いてもらえるのが一番嬉しいですね。あんまりこうじーって見るっていうよりは、あー今日もあゆみさんなんかやってるなっていうぐらいに見ていただいた方が、なんか私もやってて気楽だし、そう、そんなに真面目なストイックな何かを作ってるわけでもないのでね、気楽に、見ていただけたらいいなと思うし、あー今日もこんな服着てるわとかそういう感じで見ていただけたらなとか、あまたなんかいっぱい食べてるなとか、そう、今日も元気でいいねっていうね、
感じのゆるいスタンスで私も続けていきたいので、そうあんまりそう堅苦しいチャンネルにはこれからもしていくつもりはないですし、私がよく見る YouTube チャンネルもちょっと今日お話ししていきたいなと思うんですけど、中田敦彦さんの YouTube 大学も結構勉強になるので見てるし、あとリベラルアーツのお金の大学、お金の大学だったかな、あとミニマリストたけるさんとか、ユミニャンとかミニマリストの方のチャンネルもよく見るし、あとはヘライザーっていうね女の子、すごい可愛い女の子がなんかぶった切るみたいなことで世間とか芸能界のことをぶった切っていくのもすごい面白いと思うし、あとはミクさんっていうおしゃれ系の YouTuber っていうのかな、文章とかをこうバーってこうテロップで入れたりするんだけど、もう全部のね作る動画のクオリティが高くて、とにかくおしゃれな動画を作る方で、プレイリストとか、ミクさんが作ってる、プレイリストとかもすごいいい曲ばっかりで、たまに見てますね。あと星の子チャンネル、星の子さん主婦なんですけど、こんな主婦いいよなっていう暮らし、そうもう旦那さんとも仲良くて子供可愛くて、もうおしゃれな家に住んでおしゃれなライフスタイル送ってるみたいな、YouTube チャンネルで、それも見るし、でもこう一人の人をコンスタントに見るっていうよりは、手が空いた時にババーっと、こういう更新してるんだとかいうことで見ることが多いので、あんまりこうじっくり、一つの動画を見るっていうのは少ないかもしれないですね。それよりもやっぱりラジオ的に聞けるものが多いかなと思います。あとは普通に YouTube じゃなくて Amazon プライムとかで、韓流ドラマとか、ハリウッド映画とか見たりします。はい、やっぱりねアウトプットするだけじゃなくてインプットすることってすごく大事なので、私のインプットする時期っていうのは生理前と生理中は、基本的に女性の調子が悪いっていうか、なんていうかむくみがちなので、あんまりこう撮影するっていう作業はやらずに編集したりとかインプットする時間に当ててますね。あと生理中お腹痛いんで、単純にあんまりこういうアウトプットする撮影とかできないので、そういう時期に、だから2週間ぐらいですね、2週間ぐらい女性のいい時期、エストロゲンが出てる時に撮影して、でそのエストロゲンが出てない時、生理前と生理中の時は編集作業をしてインプットの時間に当てるっていうのが私のルーティーンですね。そうですね、でちょっと調子がいいなっていう時はやっぱりアウトプット、女性ってすごいんですよ、むくんだりむくみが取れたりとか周期によって全然違うから、やっぱり月経に振り回されて生きてる生き物なんで、そういうのがあったりしますね。で、8000人を超えて、今後ね9000人1万人って目指していきたいんですけど、やっぱり最終的には10万人行きたいですね。最終的な目標が10万人っていうのは低すぎるだろうっていうふうに思うかもしれないんですけど、YouTube で100万人とか言ってる人は本当にすごいもう異業なんで、私にとっては長い道のりを目指すっていうのはすごくやってて、なんか難しいことをやってるっていうふうに感じちゃうから、ちょっとプレッシャーなんですね。でもこう10万人を最終的に目指しますっていうぐらいで頑張れてる方が私は続きやすいかなと思って、何事もそうなんですけど、 YouTube 始めますって言ってピタッて更新止まっちゃう方いらっしゃるじゃないですか。結構ね、私の知ってるタレントさんでもある日突然ピタッて更新が止まったまんま、もう2年1年とか全然更新してませんみたいな人いるんですけど、私は短期集中でブワーって頑張るっていうよりは長期的に本当にコツコツ積み上げていくタイプなんですよね。昔からそうなんですけど、ブログじゃ始めましたって言ったらもう16年間ぐらい毎日ほぼ更新してるし、だから毎日ちょっとずつできることをいかに長くできるかっていうことが私は大事だと思ってるんです。ブワーってやってバーって終わっちゃうみたいのは好きじゃないんです。何事も人間関係もそうなんですけど、バーって仲良くなってバーってなんか関係が切れちゃうとかは私はすごく嫌なんです。あんま好きじゃない、そういうのは。だから
ちょっとずつちょっとずつ仲良くなった人と長く長く人生を共にしていきたいんですよ、うん、一緒に年を取っていきたいの。別にそういう男女関係とかじゃなくてね、友達にしても知り合いにしてもちょっとずつちょっとずつ仲良くなって、それでねちょっとずつちょっとずつ毎年毎年年を取ってってずっと仲良くいたいよねっていう関係が私はすごく好きなんですね。 YouTube とか SNS もそうです。ちょっとずつちょっとずつ見てくださる視聴者の皆さんと私は一緒に年を重ねていきたいの。あ、あゆみさんこんなこともあったしこんなこともしてたけど、あいつの間にかこんな風に考え方変わったんだとか、そう、人って考え方も変わるし外見とかもどんどん変わるから、みんなとね、そう、見てくれる皆さんと一緒に年を取っていきたい。だから私は多分ね、更新はストップしないと思います。よっぽどよっぽどな何かがない限り更新ストップしないつもりなので、皆さんがね毎日見てくれなくてもそれはそれでいいんです。ただあ、たまに開けてね、あ、あみさん今日も元気だなとか、今日も一生懸命なんかやってるなとか、あ、今日もいっぱい食べてるなとか、あ、ご飯美味しそうだなとか、そういう感じでいいので、みんなと一緒に1年1年年を取っていきたい。そう、みんな年取りますから、平等に。これはそう、お金のあるなしとか、キャリアがあるなしとか、あの健康がどうとかも関係ない、一緒にみんな年を取っていくんです。だからこうやって見ている皆さんがゆるーく私のチャンネルを見てくださって、毎年1歳、翌年にはまた1歳年を取っていけるような末永いチャンネルにしていきたいなと思っています。これが私の抱負です。はい、というわけでこの動画がもしよかったよ、参考になったよって方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。というわけで皆さん、これからもどうぞよろしくお願いします。ゆるっとマイペースに動画作りをしてまいりますので覗いてやってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あゆみれいこでした。